これいつ終わんねやろな。いや8個残り8個やん。終わるんちゃうか。五反田から駅ビル立派っすね。五反田を見て回ろうかなと思うんですけども、うん、五反田ってなんかこれだっていうイメージがないっすよね。飲み屋さんとかが多いのかな。めっちゃ風俗街、風俗街近いのかな。キャバとか多そう。だからあの来たことないんですよ。山手線すごろくでも初めてですし、僕自身も五反田に来たの初めてなんですよね。へー、食べ物屋さんいっぱいあるな。駅前だからか知らんけど。何が有名なんだろう。聞いたことある。だからなんだろう、ご飯を食べたりとか。したら。あ。さらばやん。あ、ザ・森東って五反田にあるの。へぇ、昼に見る森田って、さらば青春の光というお笑いコンビがやってる個人事務所ですね。何を解説しとんねん。はいはいはい。あら、無料案内所あるってことは風俗があるんだ。そう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 。あ、でもやっぱりさすがにコロナ禍の影響があって、あんまりそこで事務所構えてるさらばおもろいな。無料案内所いっぱいある。え、そんなにあるんだ。なんか怖いよな、行ったことないけどさ。なんか怖いよ。無料案内所ある。え、そんなにあるの。3つ目の無料案内所。何を案内所。抽象的すぎるよな、言葉として。ぱっと見分かんないけど、何をっていうのを一番知りたいのに。風俗案内所。お、え。え、ちょっとすごい世界ですね。いる、すごい並びじゃなかった今。すごい並びじゃなかった今。本当マジで案内所キャバクラ、キャバクラ、ガールズバー、ロー、めちゃくちゃ風俗の横にめちゃくちゃ老夫婦みたいな。めっちゃ面白いな、今話して言われてみれば風俗街な。それらしい店見かけてなくないですか。あんなに無料案内所あるのに。うまいな。デリヘルか。デリヘルだから店舗を持たないで営業してるのか。案内所だけ店舗持ってんの。そうか、ラブホでデリヘルか。まあだからじゃあ風俗が好きなやつとかは五反田とかはもうそういうイメージなんだろうな。いびつな街やなって感じなんだろうな。いいな今回なんか。東京なんか一番の暑さらしいじゃん。おお、ようやってる。五反田の街を歩いて風俗がいっぱいありますねじゃないけどな。待ってられないけどな。頭ゆで上がっちゃったんじゃないですか。ペットのことならズー。都会の動物園。へぇー、ジャンソーじゃなくて。すっごい元気ないけど。すごい元気ない。まあ寝るやろな、もう冷房入ってるのかね。犬の猫なのかね。哀れに飼われるのを待ってて、うん、知ってます。あの、売れないである程度大きくなるともう誰も買い取ってくれないから保険所に持ってかれちゃうんですよ。なんでそんなこと言うね。知ってですよね。 人間のエゴですよね。かわいそうな話してる。社会派番組か、俺なんか、おー、これはっていうものが特にないのかな。なるほどね。五反田に帰ってきましたが、はい、よし、1,2,3,4,5,6,7,8。 うわー、うわ、新宿と新大久保ちょっと30歩、6面ダイスじゃいけない感じのとこじゃん。でもこれで、ここで20面ダイスだな。リスキーよ な、 そうだ。ここでの20面ダイスはリスキーだから6で刻んだ方がいいよ な。よし、分かった。次行きましょう。ここでかい数字。あんにアホって言われてんぞ今。これちょっと見た、こうなってたからこれなしな。はぁ、まっすぐじゃなかったから。出た出た出た、やりやがったなこいつ。4かい。どっちでもアホやねん。原宿じゃん。もうその選択、6面ダイス選んでる時点で終わってんねん。今日もう疲れたんで帰ります。もうびっくりした。これ風俗行きましたねこれ。これ多分行っちゃったな。これに着きました。今日東京はこの夏一番の暑さ。最高気温37度ということで、さっきも一番言ってたよ。もう何度目か分かんない原宿。原宿駅のすぐ後ろにある有名な神社があるんですけども、それを見て参拝してこの後の山手線すごろくの無事の成功をね、なるほど、祝って、去ろうと思います。祝うってね。原宿といえば明治神宮ですね。これから起こることやろ。あ、で、ちょっと涼しいな。あ、すごい。鳥居くぐれないのかな、この人って。ケーキいいね。こっちは、わ、すごい木の、樽の木の香り。密造酒みたいな。これは葡萄酒の樽も収められているそうです。メイステンと、その、奥さんですね、皇后様を祀っている。で、その明治天皇が、西洋の文化に対してすごく理解があった方で、それゆかりで、さっきの葡萄樽を、
祀っていると。あ、なんかよう分からん経緯や。すごいな、めっちゃ空綺麗じゃん。うん、反射がすげー。時間かけて来よるな。下から反射する、下から日焼けするな、こんな。わー、すげー。うわー、いいね。ヒノキの匂いが漂う。めっちゃ綺麗。新鮮な空間の感じしますね。10円玉に書いてるとこに似てんな。自販機ねえかな。自販機。不正のない。あー、なるほど。この中は写真撮影ダメなんだ。え？おー。あら。これはいいアングルですよ。歩き方おもろいな。あ、ズームか。いる、ここいるんか。帽子取らないんですね。なんかこういうのって帽子取るもんだと思うんですけど。お辞儀してるだけやん。二礼再選、二礼二拍手、一礼。祈ってまいりました。お疲れ様です。原宿駅に帰ってきましたので、次に行く駅をサイコロで決めたいと思います。さあ、今回は僕は明治神宮の非常に強力なご利益が来ているので行けると思います。ん、2が出れば新宿、3が出れば新大久保なんで、23が出れば新しい駅、23、これは出るだろう。3分の1だぞ、うん、これもビッグチャンスとしか言いようがない。出します。数字に関することも間違う呪いでもかかってんのか。23、お、2だ、やった、いいね。6でもいいね。新宿や、新宿やった。あ、でも大御所の街すごい残してた。怖そうな街ってイメージがありますね。新宿初めてか。なんか構想に巻き込まれてほしいな。新宿駅です。ついにやってきました、新宿。これはもう夜行バスの乗り場で有名な、バスタ新宿っていうのがあるところですね。とりあえずの目標は、飯を食うことなので、食事どころを探して歩き回れば。山ほどあるでしょ、もう新宿なんて。もうだいぶ人ね、多いように見えますけど、これでもね、相当減ってる、相当少ない方なんですよね。人通りはもっといますから。時間によってどうなの。あ、ここでもなんか思い出すわ。もうここら辺にドスパラがあって、そのドスパラにね、よくね、あの物を売りに来てたんですよ。お金がないときに身の回りのゲームとか電子機とか売って、東京都内の思い出全部なんかいくらかの金にして飯を食うという生活がありましたね。懐かしいな。東京都庁、100m先。わあ、どう、これだ。これが多分第二庁舎かなんか。来ました、皆さん、はいはいはい、これが、あの、新宿にある東京都庁。新宿にあるんですね。あ、でも、めったに行くことはね、あ、ないっすよね。大丈夫か、東京って感じがします。すげえ。行ったことない。なんかこんななんだ。なんかの目的がないといかんよ、こんな。どういう人が来んねやろね、こういうとこね。なんか用がないと。未来とはと、姫吉野みたいな名前のやつや。へぇー。姫吉野。そんな名前だったんすよ。へぇ、行ってみよう。すげぇ、なんだこれ。めっちゃ人いるじゃん。並んでる。え、何の並びがあれ。展望台行けない。展望台なんだ。密とは。展望台めっちゃ混んでる。やば。めっちゃ言いに来なきゃ。飯も食えねえし、展望台にも行けないっていう全プランが今台無しになったけど。いや、愚かもんですよ。言いに来なきゃ。あんなに混んでるのか。そりゃそうだよな。観光地だもんな。足元でとんでもないことされてんぞ、ゆりこ。諦めろ。やいのやいの言うのやめろ。よし。楽しくユニコについて話してたのに、なんかわけわからんツッコミされて。ああ、これおしゃれな芸術系の専門学校の東京モード学園です。へえ。CM でよくやってるやつね。
洒落た建物すごいもの作ってた。じゃあ何食おうかな、伝説のカバガラで唐揚げ腹8分目で食うかやってるんだよな。もういいね、定食とかやっ、あ、やみつきタルタルとかやってるわ。おいしい、おいしい、油淋鶏とかって美味しそうだし、まず大盛り物としながら飯食うんか、無料、こんなん食ったら寝ちゃうよ。いい、伝説の若鶏唐揚げ腹8分目に行きます。油淋鶏でしょ、うまそうだな、これやべえな、食べます、室内で帽子かぶるの、唐揚げ屋さんということがあって油淋鶏うまそう、このキャベツの油淋鶏だれとキャベツでご飯食いてなんか難しそうな顔してくれ、ごちそうさまでした、美味しかった。いやすごい、あっという間に食べてしまいましたけども、めちゃくちゃ美味しかったですね。いいね、ええな、あっちよ、やばい、フラフラするな、すいません。ということで、次の場所を決めましょうね、今が、新宿だから、絶対6面やな、1出して新大久保4で池袋5で大塚、これはいけるだろう、2分の1絶対いける、もらった、いきます、いっ、4、おー、ということは池袋だ、池袋だ、おお、そういくね、新大久保は一周だとか、今日はこの辺にしておいて、次回行きます、小分けにするなということで池袋駅にやってきました。やっぱ割と大きい街ですね、お駅前ではものすごいこう緊急事態宣言なので、東京都の職員の方がね、帰れというふうにおっしゃってました、帰りたいです、帰れよ帰れよ、ちょっと一本道を行くと飲み屋さんとか食べ物屋さんがいっぱいある感じの建物になってますね。濃厚豚骨ラーメン、食べ物屋さんが多いのか、天然たやき美味しそう、ありがとうございます、あたやき、焼きたてみたいなやつを出してもらったぜ、めっちゃいいです、公園で食べよう、池袋公園というところにやってきました、セリフさ、なんかすごい立派な公園、遊具とかなんかあるじゃん、よっと、ということで、抹茶スムージーと、小豆とカスタード、そんな食うの、うわめっちゃいい匂い、2個買ったんです、トカチさん小豆を使った小豆のやつからまずベースが、トカチって言ってるでも池袋ゆかりじゃないな、全然、あ、美味しい、もう焼きたてなんで皮がサクサクで、で、中の小豆はこれはこしあんなんですけど、くどい甘さじゃなくてすごいすっきりとした甘さですね、あんま食った断面見たくない、皮がこれちょっと見たら分かると思うんですけど、噛んだ断面やめろ、生皮の感覚薄皮なんで、噛んだ時の感覚が焼きたてなんでサクなんですよね、なんか焼きたてのたい焼きと自我が立ったたい焼きってやっぱ焼きたてってうめえ、出来上げて何でもうめえな、うん、何より今まで食ったたい焼きの中で一番うまい、今この尻尾までのぎっしり感、すげえ、尻尾まで調子乗って買った抹茶スムージー、甘い、スムージー自体を初めて飲みます、再現ですね、氷を砕いてるシェイク的な飲み物なんやこの説明、いただきますアホやと思ってんのか俺ら、うん、あー美味しい、甘すぎず苦すぎず、夏とこの甘いものにぴったりのドリンクですね、まろやか、抹茶なんですけど牛乳が入ってるんでまろやかですし、でもちゃんと抹茶の味もするっていう、多分いい抹茶使ってるんだろうな、池袋の話せ、これですね、プレミアムカスタードですね、なんかすごいらしいとんでもなくあの贅沢な高級なバニラビーンズを使ってるって書いてありました、いただきます、うん、うわカスタードクリームがこれもう濃厚、色でわかる、さっきの小豆と違ってこっちはちょっと甘みが強いですね、かなりこってりとした甘みがあって、甘いもの好きな人はねこっちの方がいいと思う、濃い、たい焼きが濃い、うよっと、天下の立教大学でも拝んでみるか、マーチっていう東京の有名な大学があると思うんですけど、まあ青山マーチだから
M ってなんだ。 M は明治ですよね。青学、うん、立教とか、あ、ちょっと、まあ、全然出てこないですけどそれの1個ですね。東京の有名な次第上位の方に来る頭のいい学校っていうイメージ。これか、これっぽいな。広っ。はぁ、めっちゃ広いんだな。立教か。中高小まで全部あるんだな。へぇ、行ったとこ。なんだろう、この神聖な大阪な感じしますね。綺麗に整えられてるな。うん、おえー、めっちゃすごい。え、立教大学すごい。今まで見た大学の中で一番おしゃれかも。緑が、え、すごい。めっちゃおしゃれじゃない。え、めっちゃかっこいい。立教大学、立教大学すごい、すごいね。大学って全部こうなん。俺が行ったことないだけで。なわけね。村長そこらの雑魚大学はこんなんじゃないんじゃないのか。すごいぜ。ちょっと星村区は本当ね、今コロナ禍じゃなかったら多分中に入って見学とかもきっとできるんでしょうけど、あのもう通りたかったな。基本無理じゃん。かっこいい。もうもう大学校内とかも基本立ち入り禁止や、関係者以外。アホみたいな言い方ですけど、ちょっとマジで感動してしまいました。立教大学入りたいな。入りたい。今からでも頑張ったら行けるかな。東大とかはちょっとさすがにあれかと思うけど、ダメだ、これ言うとちょっと立教生に怒られちゃうかな。お前には無理だよっていう風に言われちゃう。全部無理や、お前には。プライドは高いっすからね。今からあそこに通れるならちょっと頑張る価値あるけどな。言うとんの。ここからまっすぐ行っても多分駅に帰れることはなさそうなので、引き返します。池袋駅まで戻りましょう、うん、ということで池袋駅に着きました、今サイコロを振ろうと思うんですが、皆さん朗報です。なんと池袋ビッグチャンスの駅でした。今から6面ダイスを振りまして、1が出れば大塚、6が出れば日暮里というですね、新しい駅に行くことができるというビッグチャンスがありました。今もうスーパー流れ入ってきてるんで確実に行けると思います。1か6、3分の1出ますね。そんなの別に今までもそう。ということで1、今何言ってんの。1が欲しい。頼むぞ。1か6。1が欲しいですね。1か6頼む。1か6、1か6。1か6、1か6。うっ。放送おもろいな。駒込ってもう6回くらい行った気がするな。まあ、そりゃそうなるやろ。